このトンネル、はい、多分植木鉢の鉢に地面の地坂と書いて鉢坂トンネルというトンネルですね。なんか福井のトンネルに似てるね。そう、あのちょっとした調べっていうか写真見た時に、あ、似てんなって思った。でもこれ外歩けなくなくね。そう、その辺どうするのかはあなたにね、あの現地行かねえと分かんないけど、で歩くの難しいべ、殺されるべ、元旦トンネルで引き逃げって言われたら折れない。そう、でもこういう影がなんかすごい怪しく見えるみたいなので。そう、俺は見えるだろうな写真に撮れば。今ちらっと横になんか黒い縦の影あったじゃないですか、うん、あの辺がそういうのがすごいなんかヤバめなものに見えるみたいなのも書いてあって、うん、なんのこっちゃいと思いながら。何これ有名止まる眩しい。何俺間違っとる。いや間違ってないけど、のトンネルが、うん、この間画像送ったじゃないですか、あの給水塔のやつ。知らん。あのホームのやつ。ああ、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 あれがあのトンネルに入る前にあるはずの給水塔なんですよ。見つかんかったな。高さ的な問題かな。じゃあ体験談をね、また戻りながらちょっと喋っていきましょうか。情報は曖昧なところがあるからな。ハッチ坂と…なんか生コン、これじゃねえか、ここじゃねえか。脇道で入っている場所じゃないでしょ、これ。ハッチ坂トンネル。岡崎市と蒲郡市を結ぶ国道473号線のトンネルで、昭和8年、1933年にできたやつです。昔は観光で賑わった場所だし、このトンネル周辺の峠道では以前死亡事故が多発したといい、トンネルで女の霊が出るという噂がある。女の霊についてはトンネルから岡崎市側に下った1個目のカーブミラーの脇に出るという話もある。トンネルから岡崎市に下った、こっち側の話かじゃん。またトンネルの上を三河湾スカイラインという道路が走っていて、ここでもバイク事故が多発しているらしい。うん、三河湾スカワライン、スカイラインはそんなバイク事故が起こりそうな場所なのですか。すいません。でもカーブもない。思った以上に普通のトンネルだな。カーブねえな。っていうか大半のインチキス YouTuber は絶対これをさ、影をさ、幽霊ですとか言って絶対言うだろうな。なんかさっき左側に黒い縦のいい影があったじゃないですか。どこだ。これだってよく見やん、見ようって見ようにも見えるもん、これなんか絶対。こんなもん絶対見ようって。そう、こういうやつ。で、岩のデコボコでさ、結構見えるんだって、目の錯覚で、カメラの錯覚って。心霊チャンネルやってるとは思えないぐらい場所を叩くよ。これ2台いけれんの。通れるでしょ、まあ狭いけど、よほどでかいトラックとかじゃない限り。行けれるよ。ここなの本当にないぞ、タンク。こっち側に出てちょっと行ったらあの写真のはず。暗くて分かんねえのか、分かんねえの。ストリートですね。さあ、どうする。何か霊感反応しました。全然です。なんでこった。車が止めれんからさ。ね、ほら
何もなさげ、うん、全然終わったえ、終わったクソみたいな顔なんていうかさ、本当に難しいよね、あなたと行く心霊だって、本当のこと言わんとこのわけやろ。そう、いや、そうなんだけど俺どう、なんで、どう言えばいいの。ちょっとこれ、ちょっと待って。はい、こんばんは、じいちゃんはんです。はい、こんばんは。こんばんは、じいちゃんはん。今日はどこへ来てたっけ。八坂トンネル、ガマゴーリです。はい、来ました。で、ムイ君のなんか誰かのツイート、ツイートのやつ、まあツイッターで見た情報で、ほーん、こんな場所あるんだ。4倍目の写真がヤバそうとか言ったけどただの黒いシミ、霊感は全く感じません。これは霊感が感じないっていうのは、要するにそこに霊がいないって言ってる意味ではないです、うん、どこにでも普通の 霊感お化けはおる。だけどそのヤバいとか、うんうん、強いとかそういうのは全くなく、ごく普通の道路と思ってくれればいいですあれ、じゃあこの女性の霊が見えたっていうのは偶然。女性の霊が見えた、以前死亡事故が多発したといい、トンネルで女の霊が出るという噂がある。だからもうそれも噂なんよ。その女性の霊も感じなかったっす。今通ってきたんですけど、うん、うん、そのタンクに取られたオーブはにはちょっと興味がありました。そのタンクがどこにあるかは分かりません、真っ暗すぎて。あの八坂トンネルで検索したらね、あの多分ね、いっちゃん上に死ん、あの八坂トンネル心霊だったかなっていう検索して、あれいっちゃん上に出てきたサイトであの写真があった。あれナマコのとこに同じような場所があったような気がしたんだけどな。ナマコ、うん、ナマコの会社があったやん。あ、はいはいはい、あそこに同じタンクがあったで、あれかなと思っただけ。感じた、気を感じたのはな器用なことをしてらっしゃる、うん、だけどまあ普通のトンネルでしたね。うん、心霊要素、心霊要素ゼロ、あくまで歴史的なトンネルっていうだけ。歴史があって噂があるトンネル。女性を見たっていうのも不思議な感じ。そんな、なんていうの、見えるような場所でもない。ないな。噂レベルで収まってしまうあれか。ではこれは ここを心霊スポットって言われたら、どこのトンネルも心霊スポットになってもらえないだってカメラで映してさ、はい、うん、人影が見えるって、うん、顔が出て影が映ったら人に見えたりするやん。うんうんうん、うん、だろう。これがお前、もう一回トンネルを走ってみたいと思います。ではもう一回カメラ向こうに見せて、あ、一回みんな見てください。本当にね、お前それが心霊トンネルって言ったらもう爆笑
どうするどうする写真撮っとるわけにもいかんでしょ、太鼓じゃ来たら。当然だろう。だ難しいぞ、ここの写真は。どうやって撮ったんやろ。これ多分何電池閉めるんだよ、バカ。浮いてるからな。あ、なんか後ろで光ってる。ダメだな、運転しながらじゃ難しい。歩いたのかな、一回。車止める場所がなない